高速道路乗るときはもうずっと左の車線にいますね。どうもこいこいです。今日はですね、睡眠時無呼吸症候群精密検査の結果ということでやっていきたいと思います。まあちょっと前回精密検査受けましたみたいな話をしたんですけど、まあそれちょっと右上に出しておきますけど、まあその結果が来ましたと。でまあ割と緊張したんですけど、まあ先生のところに行って、先生がまあ結果のこの紙を持ってて、ちょっとドキドキしながらその結果を待ってたんですけど、でまあ紙が渡されて、まあいろいろ書いてあるんですけど、まあちょっとピックアップすると、この無呼吸低呼吸指数 AHI ってのがあるんですけど、まあこれが大事らしいんですよね。睡眠1時間あたりの無呼吸と低呼吸を合わせた回数らしいんですけど、まあその数値が私は 13.0 でした。でこちらが下表なんですけど、まあ5以下が正常らしいんですよね。で軽症、中等、重症ってあるんですけど、まあ13なので私は軽症、まあ軽症の上の方なんですけどっていう結果になったんですね。でこちら有名な CPAP っていう、この睡眠時無呼吸症候群で使われる装置なんですけど、まあこれ風邪をこうずっと寝てる間送ることで、まあ無呼吸にならないみたいな装置なんですけど、まあこちらはなんか中等症以上じゃないと、使うことはないってことで、私は今回はこれは使わないということになりました。まあマウスピース作ったらどうかとか、まあ、あとは体重を落とせばね、そもそもこの症状が軽減するよみたいな話はあったんですけど、本格的な治療はいらないよっていうお話でしたね。ただまあ個人的にはちょっと中等症に近い数値っていうことと、あと自覚症状として私昼間眠いとかがあったりするのとか、あとこれ他の数値で最大87秒私無呼吸と低呼吸になってるんですよ。なんで最大87秒もまあ息止まったりとか低呼吸になってて大丈夫なのかって若干心配ではあるんですけど、まあとりあえずは使わなくていいよっていうことだったんですね。まあでよく CPAP ってこれ使った人のこの経験談、まあブログとか芸能人の方の話聞くと、もう超元気になったと、こんなにこの昼間眠くならないんだ、朝目覚めがいいんだってよく聞くので、まあちょっとやってみたかったですよね。まあ一日試して、わあ普通の人って寝るとこんなに体力が回復するんだ、ずっちいなーってちょっと言ってみたかったですよね。レインボーブリッジ、まあ小田裕二さんのものもできないんですけどね。青島、なんだったら耳にも CPAP つけたりしてな、なんてな。まあ枠さんもできないんですけど、まあそれちょっと言ってみたかったですよね。まあまあとはいえね、まあつけないって方がいいと思うので、まあよかったはよかったんですけどね。まあとはいえ、まあこちらちょっと数値用意してるんですけど、まあ睡眠時無呼吸症候群の軽症であるってことはもう間違いない結果なので、まあ油断したり、もっと太っちゃったりとか加齢によってちょっと悪くなるっていう可能性はあるので、まあ油断はしちゃいけないと。で逆に言えば、まあギリギリ治療しないで済むところで止まってるっていうことですよね。でこの私コレステロールも高いんですけど、コレステロールも今現在170万悪玉コレステロールがあって、まあもうちょっと増えちゃったら要治療なんですけど、ギリギリ踏みとどまってるんで、まあいずれにせよ今私が体悪いとこってなんとか治療せずに済むギリギリのとこなんで、もうここから正常にガッツリ戻していこうと、そういう風に考えてますね。まあ目標としては、まあ善玉は私正常値ではあるんですけど、まあもうちょっと増やして70ぐらいにしようかなとか、あとはコレステロール、悪玉コレステロールですね、これを110で、まあなんとか正常値に半年ぐらいで戻したいなと。で無呼吸低呼吸指数はまあ4、できれば正常値以下、まあ難しかったとしても軽症の下の方みたいな風にはしたいなと。でまあそのためには体重も落とさなきゃってことで、まあ私8月1日時点で 79.4kg もあるんですけど、まあそれを 63kg ぐらいまで落とせば、まあ体重も落ちるし無呼吸も良くなるし、コレステロールも減るんじゃないかと。でもう完全究極体の形で3月31日を迎えるって、まあそういう一応計算になってますね。で現時点で私今8月1日から、まあ9月今ここだと6日まで入ってますけど、3.1kg 痩せたんですよ。頑張ったと思いませんか、結構。まあなんかこの目標体重よりも 700g ぐらい早いんですけど、まあこんな感じでガンガン落としていこうと。まあこっからちょっとおまけになりますけど、1ヶ月で3キロどうやって落としたのってところなんですけど、まあもしかしたら参考になるかもってことで、でもともと私この2年間で15キロ太ってしまって、その一番の原因がもう間食なんですよ。まあクッキーをとにかく食いまくるんですよね。ほぼ毎日食べてました。ひどい時はミスター伊藤っていうクッキーがあるんですけど、これ5枚入りの結構でかいやつを食べて、さらにステラおばさんのクッキーを5、6枚食うとかで、さらにキノコの山食べるみたいな生活を2年間やってたらブクブクに太ったんで、まずはこれをやめましょうってことですね。ただ突然やめることは難しかったので、間食にこのミックスナッツを食べるようにしました。これセブンイレブンのやつですけど、まあこれ塩入ってるやつなんで、まあ塩じゃない方がいいってことで、今は塩じゃないやつ、塩かかってないやつ、無添加のやつを食べてるんですけど、まあ、これをつまもうと。
で、まあなんかこれコレステロール、赤玉コレステロール減らす効果もあるってことで、まあ一石二鳥じゃないかと。ただ食べ過ぎるとこれ結構カロリー高いんで、まあ本当にちょっと小腹が減ったら食べる程度にしてみました。でもう一つ食事でやってることがあって、結構そのめんどくさい時ってカップラーメンとかカップ焼きそばでいいやっていうことが多かったんですけど、まあこれってやっぱコレステロールを、悪玉コレステロール上げちゃうってことなので、まあこれを何かに置き換えたいなってことで、今はこのサバ缶を食うようにしてます。まあそれで、まあ今までカップラーメンを食べることでコレステロール上げてたのを、逆にサバ缶ってこの悪玉減らすんで、まあ減らしていこうと。でこれ写真なんですけど、こんな感じなんですよ。でサバの水煮って汁が多いんで、これご飯入れるとめっちゃうまいんですよ。これちょっと入れたんですけど、ちょっとご飯入れすぎなんですけど、お茶漬けみたいになってすごい美味しいんですよね。これ動画にすればよかったなと思いますね。画像だとなんかそんな美味しくなさそうなんですけど、これめっちゃ美味しいですよ。でさらにこれに豆腐なんかつけると、豆腐もあのコレステロール減らすらしいんで、もうこれサバのこの水煮と米ともう豆腐があればね、もうまあ立って帰れやすいやつね。まあ長州さんのものもそんなできるわけじゃないですけど、まあ、結構カップラーメン食べるよりは食べた気にもなるし、コレステロールも減るんで、なんかいいんじゃないかなってことで、ちょっと最近はやるようにしてますね。まああとは適度な運動ですよね。まあ歩けるときは歩く、あとは私水泳が好きなので、まあ泳げるときは泳ぐっていうことで、まあそれを1ヶ月やってみたら3キロぐらい痩せたんで、まあこの先も続けてね、まあ63キロになるまで、半年ぐらいですかね、残り続けていこうかなと思いますね。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ睡眠時無呼吸症候群は軽症程度で済んだんですけども、まあ油断はできないってことで、まあ生活習慣を改善して、まあコレステロールとかも減らしていこうかなと。まあなんつってもやっぱ健康が大事だと思うので、皆さんもね健康には十分気をつけていただきたいなと思います。はい、では本日はこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画はオンラインプログラミングスクールテックアカデミーの提供でお送りしました。